最低点を取ったヒロ君の給食は豪華スペシャルメニューですよ。うっひょー、最高だぜ。相変わらずヒロ君とトコタ君の成績が良くないですね。どうやったらいい成績を取ってくれるんでしょう。それでですね、毎日朝食をしっかりと食べてる子と食べてない子では、朝食を食べている子の方が成績が良いってデータがあるんですよ。つまりご飯をしっかり食べている子は頭に栄養がしっかり回って良い成績につながるんです。え、そうなの？ご飯をしっかり食べるだけでそんな差が。あ、でもそういえばこの間、はい、テストを返却します。ヒロ君、なんと今回は85点です。マジ？よく頑張りましたね。いや、鉛筆転がして適当に書いたんだけど、うまくいってよかったぜ。え、何か言いました？いや、多分テスト前の給食で俺の大好きなカレーいっぱい食ったからかな。あ、うん、きっとそうだ。そうに違いないってことがあったわね。そうよ、いつもヒロ君やトコタ君がおバカなのはご飯が足りずに頭に栄養が回ってないせいに違いないわ。そうと分かれば、早速明日からおバカな子の給食は豪華にしなきゃ。私頑張るわ。もしもおバカさに応じて給食が豪華になる学校だったら、次の日、よっしゃー、待ちに待った給食の時間だ。はい、皆さん聞いてください。うさぎの先生、どうしたんだ？今日の給食は先生がみんなに合わせた特別メニューを用意しました。僕たちに合わせた給食？いえ、まさかシゲがやってたみてえなことするんじゃ。やべえ、俺こないだのテスト7点だったから給食豆粒一つにされちまうかも。さすがにうさぎの先生に限ってそんなことはしないと思うけど。それじゃあまずは葵くん。はい、どうぞ。あ、よかった、僕の給食は普通だ。次は寺尾くん。おいらの給食も普通でな。次はルナさん、いろりさん、はるおくん。なんかいつもと変わらない給食みたいだね。やっぱり点数悪かった俺とトコタンだけめちゃくちゃひどい給食なんじゃ。最後はヒロくんとトコタくんですね。はい、どうぞ。きっとしょぼしょぼの給食が。で、これはめっちゃ豪華じゃねえか。わーい、おいしそう。なんでヒロとトコタンだけこんなに豪華なんですか？そうでな、ずるいでな。おいらこの二人にはテストで負けたことなんてないでなよ。というか二人はずっとビリでな。だからなんです。でな、ヒロくんとトコタくんはいつもテストの点数が低いです。きっとそれはご飯が足りてなくて頭に栄養が回ってないから。いや、関係ないと思いますけど。そこで先生は思いついたのです。それならたっぷり頭に栄養が回るように二人には豪華な給食を用意しちゃえばいいって。おお、やったぜ。二人ともただの勉強不足だと思うけど。明日も明後日も成績が良くなるまでずっと特別メニューを用意しますので、もりもり食べて勉強頑張りましょう。わー、ゲラー、なんでテストの点が悪いヒロたちがいい思いするんでら。オイラだって美味しい給食食べたいでら。オイラが頭がいいばっかりに。あ、そうでら、オイラもわざと悪い点を取れば美味しい給食を。でらら、また次の日。はい、それじゃあテストを返しますね。デラオくん、今日もよく頑張りましたね。って、あれれ、似てる？デララ、そんなデラ。ああ、これはオイラも頭に栄養が回ってなくて悪い点を取っちゃったのかもデラな。そんな、デラオくんまで。それではデラオくんも今日から特別メニューにします。よし、デラ。デラックスのやつ、急にあんなに点数を落とすなんておかしい。もしかして豪華な給食を食べたいからってわざと悪い点を取ったんじゃ。デラララ、豪華な給食最高デラ。いいな、デラックスのやつ。私も点数が悪ければ。またまた次の日。お、この問題わかるぞ。ウサギの先生のうまい給食のおかげかもな。でも、もしいい点数取っちまったら普通の給食に戻っちまうのか。だったらこれで大丈夫っと。おバカな答え書いておこうっと。ここは正解しちゃいけないわね。はい、それじゃあテストを返却しますよ。みんな悪い点になってる。先生、僕はちゃんといい点取りました。私もよ。よかった。 でも二人以外の生徒たちは頭に栄養が回ってなかったのかな。栄養いっぱいの給食さえ食べられたらな。わかりました。今日点数が悪かった人全員の給食を豪華にします。やったー。みんなに成績アップしてもらうために頑張らないと。その後、やっぱりみんな豪華な給食が食べたいという理由でわざとおバカな答えを書き続けた。先生、どうしたんですか？僕たちだけ職員室に呼び出して。実はいい点を取っている二人に相談がありまして、このテストを見てください。肉、ジューシーって
って何ですかこの答え。これはひどいわ。デラックスのやつわざとおバカな答え書いてるな。どうしましょう葵くん。テストをやればやるほどみんなおバカさんになっていっちゃうの。みんなのことを思って給食を豪華にしたのに、このままじゃみんなもっともっとおバカさんになっちゃう。私どうしたらいいの。ウサギの先生、頑張ってるのに言いにくいんですけど、みんなわざと悪い点を取ってるんだと思います。わざと？なんでそんなこと。先生の給食ですよ。悪い点数を取れば美味しい給食が食べられるから、みんなわざとおバカな答えを書いてるんです。そんな。いい点取るより悪い点を取った方が美味しい思いができるんだったら、悪い点数を取るようになっても仕方ないと思うわ。あ、私はしないけど。なるほど、わかりました。よかった。じゃあもう成績で給食を変えるのをやめて。みんなわざと悪い点を取るほどおバカさんってことですね。ん？そんなおバカさんにはもっと栄養のあるものを食べてもらわないと。なんでそうなるのよ。先生違いますって。みんな給食を普通に戻せば。教えてくれてありがとうね二人とも。先生は腕によりをかけたスペシャルメニューを用意するので失礼しますね。シゲオ先生はもちろんだけど、ウサギの先生もヤバい先生ね。いい先生なんだけどね。とにかく先生には任せておけないから、僕たちでみんなを説得しないと。そうね。みんな聞いて。なんでだ。もうわざと悪い点数を取るのをやめよう。こんな先生を騙すような形で美味しい給食を食べるなんて間違ってるよ。トコタンは頑張ってテストしてるよ。あ、ごめん、トコタンは別だね。デララ何を言ってるデラ。飼い沼くん、オイラたちは頭に栄養が回ってないから、いいものをお腹いっぱい食べないといけないだけでだよ。デラックス、こないだまでテストでいい点取ってたよね。それなのに先生が特別メニューをするって言ってから、ありえないくらい点数が落ちた。わざとやってるとしか思えないよ。わざとやってるって証拠はあるでな。ないけど。だったらわざとなんて言えないでだな。何よそれ、へりくつじゃない。他のみんなもそうだよ。もうこんなことやめよう。ほら、他のみんなもわざとじゃないって言ってるでな。あんたはちょっと黙ってて。でな、ヒロもわざとだったりしないよね。ヒロならそんなことしてないと思うけど。今日は国語のテストをしますよ。今回の特別メニューはいつもより腕によりをかけて栄養満点のものを用意しました。でな、楽しみでな。ただどうしても一人分しか作れなかったので、今日の特別メニューはクラスで一番おバカな人一人だけにあげることにします。本当は点の低かった子みんなに作ってあげたかったけど、ごめんね。つまり一番おバカなやつが今日の豪華給食をゲットできるってことでらか。先生、その手どうしたんだ。これ実は今回の料理は今まで作ったことないものだったから、ちょっと手こずっちゃって。でもみんなのことを思えばこれぐらいの毛がへっちゃらですよ。さあ、そんなことよりもテストをしましょう。はい、それではテスト開始です。なるほど、ここはこの答えでら。よし、これはうんちっと。次は、みんなのことを思えばこれぐらいの毛がへっちゃらですよ。やっぱりこういうのはダメだよな。はい、それじゃあテストの結果を発表しますよ。今回特別メニューを食べるのは0点の寺尾くんです。うわー、やったー。デラー、よし。え、デラックスだけ。ヒロ、もしかしてわざと間違えなかったの。ああ、やっぱよ、頑張ってる先生を騙すみたいなことってよくねえと思ってさ。ま、実力でも18点だったんだけど。ヒロヒロらしいよ。デララ、特別メニューってどんなのかワクワクするデラな。はい、それじゃあデラオくんにだけの特別メニューどうぞ。来たデラって、目玉デラ。なんでだか、この料理は。マグロの目玉よ。マグロのデラ。そう、マグロの目玉には頭が良くなる栄養 DHA がたっぷり含まれてるって聞いて作ってみました。これだけ用意するの大変だったんですよ。でもこれでデラオくんもきっと頭が良くなるわ。いやー、おいらなんか急にお腹が。さあ、そんなに遠慮しないで、特別に先生が食べさせてあげるから。デラ。はい、デラ。こうしておバカ給食事件は幕を閉じたのであった。マグロの目玉か、ちょっと興味あるな。え、